さあ、今宵も行きましょうか。事件を皆様にご説明する前に、まずね、チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。では、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。行きましょうか。この事件は2007年の1月12日午後2時15分に発覚しております。場所は東京都江東区南砂7丁目7番にあります総合施設の立体駐車場内で駐車していた車の中から殺害された A さん当時75歳の遺体が発見されることとなります。で、警察が来まして司法解剖をした結果、死因は約 0.5 センチ幅の紐状のようなもので首を圧迫されたことによる窒息死と判明いたしました。で、A さんは事件当時、まあお仕事をされておりましたので、名札を首にかけていたんですね。で、犯人はどうもその名札の紐を使って殺害したのではないかと思われております。で、紐の跡が首の前部だけにあったんですよ。全部だけ。後部とかそういうところにはなくて。なので、その紐を使って後部から何者かが思いっきり引っ張った可能性が高いのではないかと見られております。また、A さんは両手首には縛られたような跡がありまして、後部座席には血液が付着しておりました。壊れた A さんのメガネもそこに落ちていたそうでございます。で、さらに A さんは肋骨を2本骨折しておりまして、頭部には打撲の跡もあったことから、車内で監禁されるなどして暴行を受けたと見られております。ではね、A さんに何があってこのようになったのか、これから皆様に説明させていただきます。はい、ではね、A さんの情報並びにいかにして A さんが見つかったのか、その辺を皆様に説明をさせていただきます。で、 A さんの情報なんですけど、事件当時の年齢が75歳、で、身長が173センチで体格は中肉で、当時の服装としては、まあここに出ている通りなんですけど、茶色のメガネで、ハンチング帽で、首から名札をかけておりました。で、車の情報としては、A さん、車に乗っておられたんですが、多摩ナンバーのダイハツタント、紫色、薄紫色の車だったそうでございます。で、そんな A さんは、1991年の平成3年に、自動車部品関連会社を定年退職し、奥さん、当時66歳と長女41歳の3人で暮らしておりました。でも A さんはね、定年退職はしていたんですけど、健康には仕事を続けた方がいいと、個人で書類を配達する仕事を第二の人生に選び、15年間ずっと続けてきたそうでございます。でね、そんな A さんの趣味は、ジャズ鑑賞で CD もたくさん所有しておりまして、週末にはライブにも足を運び、いっつも帽子をかぶりパイプをたしなむダンディーなおじちゃんだったそうでございます。でね、また A さんの性格を表すエピソードっていうのもあるんですけど、近所の男性によりますと、 A さんがバイクのエンジンを吹かす少年を注意したことがあったそうなんですよね。ブン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 、おい、うるさいぞってね。で、それを見ていた近所の男性は、最近の少年は何をするか分かんないのでやめた方がいいと忠告をしたことがあったそうでございます。なので、まあ、周りで何か起きているとついつい口を挟んでしまう、そういった性格の A さんでございます。で、A さんはね、家族を非常に大切にしておりまして、必ず夕方の5時には帰宅して、みんなで夕飯を取ったりしていたそうなんですけど、この11日は帰ってこなかったんですよ。いつも5時には必ず帰宅していたのに。それでなんかおかしいなっていうことで、長女は A さんが日頃、スーパーの駐車場で昼食をとると話していたことなどを
頼りに、まあ、今まで聞いてきたりね、そして親戚と必死になって配達ルートをたどっていくんですよ。1軒目2軒目3軒目って。それで4軒目で変わり果てた A さんが発見されることとなります。その4軒目というのが先ほど言った南砂6丁目の立体駐車場でございます。ちなみにね、1月下旬には家族で千葉県に旅行に行く予定があったそうなんですけど、何者かにささやかな家族旅行の楽しみを奪われてしまったということでございます。はい、ではね、警察の捜査に移っていくんですが、警察はね、A さんの足取りを一つ一つ順を追って探していくんですね。そして目撃証言、そういったものを探していくんですよ。で、A さんは前日、事件の前日ですね、2007年の1月11日、昼ごろ、江戸川区西葛西3丁目9番にあります、ジャスコ葛西店、現在のイオン葛西店で目撃されたのを最後に足取りが分かっていないんですよ。で、11日に現場付近で似た車に乗った A さんと見られる男性と白い車の男が口論していたことも判明しております。で、警視庁は交通トラブルが事件に発展したのではないかと見ております。で、また11日の正午ごろ、現場から西に 2.5 キロのところにある江東区木場の葛西橋通りで、A さんに似た男性と白い車の若い痩せ型の男が共に路肩へ停車して10分ほど怒鳴り合っているのを当時63歳の男性が目撃していたんですね。で、立体駐車場の防犯カメラには A さんの車を運転し立体駐車場に入ってくるジャンパー姿の男が映っていたそうでございます。そのことから A さんはいずれかの場所で殺害されたと見られ、その後 A さんの車ごと現場の駐車場に遺棄されたと見られております。で、警視庁はこの男が本事件に深い関わりがあるとみて行方を追っておりますが、いまだに情報は得られず未解決のままとなっております。はい、ではね、こよい的にちょっとまとめてみたんですけど、この犯行があったとされる2007年の1月11日まずね、昼ごろジャスコ西葛西店で A さんは多分昼食をとったのではないかと思うんですよ。だから正確にはね、目撃情報といっても防犯カメラ映像だったんですよね。で、まあ、娘さんのお話によると駐車場で食事をとっていると、多分ここでお昼ご飯を食べたのではないかと思うんですよ。そしてこのジャスコというのは葛西橋通り沿いにあるんですけど、その葛西橋通りを都心方面に向かって走っているんですよ。多分そこで4キロ5キロぐらい進んで木場ら辺に着いた時に白い車と多分なんでしょうね、交通マナー的なところで口論になったのではないかと思われております。で、この白い車に乗った男性というのは痩せ型の若い男性だったそうでございます。で、ここから空白の数時間というものがありまして、南砂6丁目立体駐車場、これも葛西橋通り沿いなんですよ。で、11日の夜に立体駐車場に入っていくんですが、これはどうも犯人が運転していたそうでございます。で、私の推測ではこの木場ら辺で口論になった後、多分2人で車でどっかに移動してもう一回やり取りをしていると思うんですよ。もしね、白い車をここに置きっぱなしだったら、そのちょっと先に深川警察っていうのがあるんで、ものすごい交通量の多い葛西橋通りに何時間も置いておいたら深
深川警察が少なからずナンバーをチェックするなりレッカー移動していた可能性が高いのではないかと私は思うんですよ。そのことから2人で車で移動し、で人目のつかないところでこの2人は吸ったもんだしたのではないかと私は思いますが、口論で終わんないでそこまで発展するということは、多分そういう人物だったと思うんですよね、この若い男性っていうのも。まあ A さんもマイルドヤンキー系というか、ちょっとそっち系の風貌というか見てくれでしたよね。その写真を皆様に、写真というか絵を皆様にお見せした時も。で、多分さらにそれの上を行っていたのが、この白い車に乗っていた男性なんじゃないのかなって私は思うんですよ。で、さらにね、ちょっと土地柄で考えていくと、この葛西というような町は、準指定暴力団であるドラゴンの組織が生まれた場所でもあるんですよ。っていうことで考えていくと、その組織に属する者、もしくはその下部集団というか、派生したグループに少なからずいた可能性があるのではないかと私はちょっと思いました。というのが、その大体口論になったとしてもその場で終わりだと思うんですよ。そして人気のないところには普通行かないと思うんですよね。まあ A さんも A さんで、なんで そんなね2人で移動してまでって思うんですが、多分そういうことなんじゃないのかなって思うんですよ。でもね、早く見つかってもらいたいと思います。その近年ね、やっぱその車に対するマナーとかさ、すぐカッとなる人とかもなんかいっぱいいるわけじゃないですか。もう私個人としては車自体が凶器と言っても過言ではないわけだし、そんなわけわかんないことでこんな揉めるっていうこと自体もあっちゃいけないことだと思うんですよ。なのでほんとね、その精神判定ではないですけど、車の免許取るときにはそういうのを入れてもいいんじゃないのかなと思います。そして近年はね、こういうことがあったとしてもドライブレコーダーというものが徐々に普及してきておりますので、大ごとにもなりにくいのかなとは思いますが、ただ全車両にドライブレコーダーがついているわけではないので、そして未だにやっぱカッとなる方も多くいらっしゃるので、皆様もお気をつけください。で、またね、情報等をお持ちの方がいらっしゃれば、警察まで情報提供をお願いいたします。ありがとうございます。またお会いしましょう。チャンネル登録、高評価お願いいたします。